はい、ご視聴ありがとうございます。1週間のご無沙汰でした。皆様いかがお過ごしでしょうか。水曜恒例の山本周五郎作品コメント紹介のコーナーです。いやー、この1週間もまたいろいろありましたですね。主に大きく分けると2つの不安。1つは、天候不順ですね。50年100年に1回と言われている大雨で、西日本、九州とか中部の地方もそうですね、大雨とか土石流とか浸水とかいろいろな災害報告が聞こえています。私の住んでいる東京あたりはそれほどでもないんですけれども、ニュースでは本当に各地に甚大な被害が出ているというニュース映像がたくさん目にするようになりました。それからもう一つの脅威はやはりコロナですね。これまでの方に代わる新しい方がいくつも出てきて、それがまた、ワクチンが効かないくらいの猛威を振るっているということで、収束どころかますます激しくなっていくような非常な不安があります。主にこの2つの不安と、あとはもう一つ心配なのがこの不用意発言問題ですね。これはいろんなところで出てきていて、特にメディアの発達とか SNS の普及などによって、ちょっとした発言が非常な問題を起こしたりということで、これは私も特に気をつけなければいけないなと思って、特に人前で話すような時には本当に十分気をつけていかないなと思っています。この災害やコロナの問題につきましても本当にうっかりしたことを言えないんですよね。そんな中でコロナに関して私が思ってるのは、これだけ今、被害にかかっている人が出ましたよっていう数字がどんどん上がってきてるんですけれども、逆にその被害がここは少ないよっていうような話はあまり聞かないんですけれども、多分あると思うんですね。そしてそこには何かの原因があって、逆にこの、市町村には一人も出ていませんとか、またそれは何か原因があって、それはなぜでしょうとかっていう報告とか研究とかも聞きたいかなというふうに思っています。行政区分っていうのは大事で、東京都ロックダウンとかそういう話も出てるんですけれども、逆に言うと、新宿区とか港区とか渋谷区とか千代田区とかいうのと、そのもっと八王子とか立川とかそういうところとは多分数値が全く違うと思うんですよね。そして都内一律規制というのもちょっと不思議な気がしますけれども、なかなか行政の方から考えるとそんな細かいことっていうふうに言われてしまうかもしれないんですけれども、案外そういうところ大事なんじゃないかなというふうに思ったりもしています。それと災害についてはですね、私は本当にびっくりしたんですけれども、私自身が楽天的だったのか、この洪水とかですね、そういうのはもう江戸時代の話かなっていうふうに思ったりするんですよね。要するに、これは自己反省も含めてなんですけれども、私たちは、私のような世代のものは、いわゆるバブル、高度成長期に育ったわけですけれども、その時にはもう日本は戦争も終わり、戦前の古い思想も一掃されて、アメリカやヨーロッパの新しい科学文明をこれからはどんどん取り入れて平和な時代、そして科学はもう限りなく発展してゆき、そこに向かって日本経済はどんどん成長し、そして開発が行われ、自然の暗部は克服されて、科学文明がもうバラ色の未来を保証してくれるんだというふうに信じていたんですね。それがおそらく90年ぐらいのバブル崩壊までという未来幸福幻想みたいなのが続いていたんで、それがなかなか抜けなくてですね、そんなことはないし、原子力はいいことばかりじゃないし、人間の力も限られたもんで、本当にまだまだ天気一つ正確に予報することもできないし、もちろん災害を避けることもできない、まだまだ
科学には限界があり、医療にも限界があり、まあ、大自然の猛威に比べたら本当に人間の科学なんてまだまだ全然未熟なちっぽけなものなんだなっていうふうに改めてここ最近思うようになりました。まあ若い人たちはそのバブル後に生まれたんでかなり不安ということには敏感になっているのかなと思うんですけれども、一番若い時代をそういう幸福幻想の中で育ってしまった、まあ、私のような世代にはバブル後のいろんな不安が急に新しいものとして襲ってきたんで、ちょっとパニックのような状態の感じがします。これは誰かへの批判ということではなくて、自己反省と自己認識の改めっていうことで自分への戒めとしたいと思いますので、まああまり突っ込まないで炎上しないでいただきたいと思います。ちょっと枕が非常に長くなりました。申し訳ありません。それでは早速コメント紹介、今日は最初にベスト10の方から入ってみたいと思います。それではイグサチャンネルのベスト10、過去1ヶ月間7月20日から8月16日までの28日間で多くの人が視聴したものを10位からご報告しています。まず10位は悪流窟悲嘆、その総集編の前半の方が10位に入っております。続いて9位は初夜、常連ですね、初夜9位です。そして8位は橋本さない、こちらが入っております。これ8月に入ってからのアップですので、ごく最近の作品です。まあ、小説というよりはむしろ伝記のような形ですね。まあ、城中の霜という小説もありますけれども、城中の霜の方は非常に小説らしい小説ですが、こちらは伝記、橋本さないが第8位に入っております。続いて7位が忍術千一夜連続編集の第1回が7位でした。これも8月に入ってからのごく最近の作です。続いて6位はヘチマの木、これはまあ周五郎の自伝的な作品ですね。ヘチマの木、長らく1位を取っていましたけれども、今回は6位ということで入っております。続きまして5位が何の花か香るの総集編、これも8月に入ってアップしたまだ最新作ですね。何の花か香るが5位に入っております。続いて4位が4年間これも最近アップしたばかりの作品ですが、4年間の総集編が4位でした。続きまして3位は秋風連、秋風の恋と書きますが秋風連、これも8月に入ってからの最新作、3位に秋風連が入っております。続いて2位が月の出峠、これも8月に入ってからの最新作、月の出峠が2位です。そして1位がこれまた最新作で紅しごき一番首という作品が1位でした。かなりダントツの1位です。まあ今回はですね、そのほとんどが最新作、8月に入ってからアップした作品がベスト10のほとんどを占めています。まあ昔から入っている初夜、それからヘチマの木、これらはまあベスト10の常連なんですが、その他はガラリと変わりまして最新作がほとんどを占めるようになりました。これはまあとても嬉しいことですね。まあ長いこと視聴されている、まあ、古典的というかそういう名作がある一方で、最新作が非常にまあたくさんの方に見ていただいているということで、とても嬉しいことです。まあ実はこれの背景にはですね、もうだいぶ秋五郎作品長年にわたって読んでおりまして、ほぼ有名どころは読み尽くしてしまった感があるんですね。ざっとで言うと、まあ、短編だと多分8割ぐらい
そして長編だと6割か7割ぐらいは読んでしまったかなというので、まあ、いわゆる名作と言われているものはもうその順で読んでしまいましたので、これからあと残されたものをどういうふうに読んでいくかというところで一つ悩みがあったんですが、つまり悪龍窟悲嘆ですとか、まあ、橋本早苗もそうですし、無念館もそうなんですけれども、あまりその名作として知られていないもの、それがどのようにまあ受け入れられるかということで、まあ、不安はあったんですけれども、読んでみたら、まあ、目新しい、あ、こんな作品もあったのかというふうにたくさんの方が、まあ、受け入れて聞いていただけたということがとても嬉しく思います。そして、まあ、私自身も今までそういう作品があることを全く知らなかったのに非常に面白かった、まあ、例えば1位になった紅しごき一番首という不思議なタイトル、まあ、タイトルからはちょっと想像もつかないような爽やかな内容と、まあ、キレのいいラストシーン、どうしてこれが今まで文庫とかにならなかったんだろうと思うような不思議な作品、そして2位の月の出峠も、これは少年少女向けのジュブナイルなんですけれども、まあ、そういう前提を、まあ、全く取っ払っても一つの作品としてとても面白い。最近思うのは、ある意味私たちが当時の少年少女のぐらいの、まあ、レベルっていうか気持ちに近いんじゃないか、そしてそういう、まあ、お子さんたちのためにとても分かりやすく明快に書かれた文章がすごくストレートに響くような気がしています。実際には作家の意図とは別かもしれませんけれども、非常に子ども向け作品っていうのをたくさん書いているわけですね。まあ、そのことが逆に今は、まあ、とても身近に分かりやすく楽しめるっていう結果になっているんじゃないかなと思っています。ですからまだ読んでいない2割3割の中には、まあ、子ども向け作品もたくさんありますので、これからは、まあ、恐れず迷わずにそういう作品もどんどん読んでいきたいなと思っています。以上、いぐさチャンネルのベスト10でした。それでは続きまして、いさなチャンネルの方のベスト10、こちらを見ていきたいと思います。いさなチャンネルのまず10位は、野村鼓動作銭形平次捕物控えより綾吉殺しが10位に入っております。続いて9位は、これは山本周五郎作で伝四郎兄妹、伝四郎兄弟、こちらが9位です。8位が同じく周五郎作で牛、7位が西本寺しびすけ、6位が岡本喜道作半七捕物帳より周り道路、そして5位が周五郎作熊野灘、4位が岡本喜道作半七捕物帳より二人女房、そして3位が周五郎作半之助祝言、そして2位が周五郎作新三郎親子、そしていさなチャンネルの第1位は山本周五郎作甲府評判記、この甲府評判記も8月に入ってでアップした最新作になります。そしてこの甲府評判記も紅しごき一番首や秋風連と同じように文庫未収録作品です。ということで、以上いさなチャンネルの方のベスト10には、まあ前々から入っておりました西本寺しびすけがあり、半之助祝言があり、新三郎親子がある中で、今回熊野灘や新三郎親子が入ってきております。そして岡本喜道野村鼓動の捕物帳シリーズも入ってきているところが、このいさなチャンネルのベスト10らしいところですね。現在いさなチャンネルの方では、長編シリーズの虚空遍歴、名は絵語読みという2大長編を読んでおります。そして最近その
まあ、総集編、いわゆる連続編集をですね、ここ数日立て続けにたくさん連続して出しております。ほぼ現在読んでいるところまで追いつきそうなぐらい集中して出しておりますので、まあ、前に振り返って思い出していただくのもいいかと思います。まあ、この二大長編の他にも今回はベスト10には入ってきていませんが、高杉晋作、これもまた小説というよりは伝記風な書き方をされている短編ですが、高杉晋作も読んでおります。それから小川未明の短編小説シリーズ、田中幸太郎の怪談物、岡本喜道の籠鶴瓶などなども読んでおります。それではここでイサナチャンネルの方からいくつか作品とコメントの紹介です。まずは山本周五郎作生きているゲンパチへのコメントです。あっぱれゲンパチ郎殿、しぶとく生きて生きて生き抜いた、心身ともに柔らかだ、最後のシーンに思わずつんのめると、この後、まあ、コメントを書かれた方の親戚の善八郎という方への思いが綴られていますが、ちょっとそこは省略いたします。コメントありがとうございます。まあ、この生きている源八は戦国時代の話なんですけれども、まあ、当然のことながら書かれた当時の、まあ、日本の風潮、命より名誉を尊ぶような風潮に対するちょっとした反抗心、まあ、命こそが一番大事という人間参加、生命参加ですね、それが色濃く出ていて、まあ、そのメッセージとともにとても内容として、まあ、楽しく心に迫るものがある作品ですね。私も大好きな作品です。生きている源八という作品へのコメントでした。ありがとうございます。続きましては虚空遍歴の119回目へのコメントです。あまりにも病気が長くてやっと面白くなってきましたね、明日が楽しみです、というコメントをいただいております。ありがとうございます。まあ、この小説の中で今読んでるあたりで、まあ、非常に病気のシーンが長く、まあ、それを一生懸命介護する、まあ、ヒロインの姿も美しく、そして二人の関係、二人の会話がまたとても素晴らしく、まあ、私の好きな作品で、周五郎の作品で寒さ橋っていう作品があるんですが、その寒さ橋の作品の中で、まあ、主人公のヒロインが自分の父と母のことを思い出すシーンがあって、その、まあ、夫婦の、まあ、短い会話なんですが、その雰囲気がとてもよくって、その雰囲気にも通じるような、まあ、大人の男と女の、まあ、若い人のようなただ単に愛している好きだよっていうんではなくて、本当にお互いに相手を思いやりながら自分の思っていることを言うという、まあ、大人の素敵な会話の見本のようなものがたくさん書かれた作品ですね。虚空遍歴、コメントありがとうございました。続きまして作品が周五郎作残刊必殺人という作品へのコメントです。11代将軍をめぐる将軍家の世継ぎ騒動に巻き込まれる兄妹、将軍の証を入れた手箱をめぐる紀州尾張水戸と徳川将軍家の攻防に剣豪弥十郎が斬りまくり、妹早苗の命を張った活躍が頼もしい活劇、講談長の語りが絶品です、というコメントをいただきました。ありがとうございます。そうですね、タイトルは非常に物々しいタイトルなんですけれども、そのまあ緊張感あふれる中にも兄と妹の思いがこもった、まあ、ある意味非常に周五郎らしい作品の一つと言えると思います。コメントどうもありがとうございます。続きましての作品は半之助祝言、こちらへのコメントです。おしゃべり物語と比較したい作品、人たらしとは半之助のことというのか、役者で作詞だ、ごますりおしゃべり心理作戦が功を奏して、藩を丸く収めて
ちゃっかり上等なおまけも頂戴する。現実世界ではこううまくはいかないから喜劇は小気味よい。半之助の顔が植木等し、ハニーや図書之助が新藤栄太郎に見えてくる、というコメントをいただきました。ありがとうございます、おしゃべり物語もそうですし、最近読みました楽天旅日記という作品の中にも、このおしゃべり上手で物事をうまく解決してしまう人が出てきて、物語を非常に盛り上げてくれるキャラクターになっていますね。そして、まあ植木等に、まあ新藤栄太郎、まあ私も古い名画が大好きで、よく新藤栄太郎ものを見ましたけれども、ぜひ見てみたかったですね、このコンビは。どうもコメントありがとうございます。半之助祝言という作品へのコメントでした。続きまして、これも虚空遍歴ですね、117回目へのコメントです。芸と浄瑠璃を小説に置き換えれば、無物とそこにいるのは山本周五郎その人と読めた。一言一言周五郎先生の深いところから絞り出す小説に対する己が哲学であろう。己を温かいというかぬるい怠惰な暮らしから遠ざけ追い込み、厳しいむしろの上に置く。釈迦か求道者愚道者の生き様に近づこうとしているように思えてならない、というコメントでした。ありがとうございます。そうですね、この虚空遍歴というのは、まあ、周五郎作品数あるうちでも、特にその自分自身の作品への思いのようなものを、まあ、ストレートに表現している作品の一つとして挙げられると思います。そして非常にうんちくのある言葉がたくさん並べられていて、そして先ほども言いましたように、まあ情感たっぷりの大人の作品、虚空遍歴へのコメントでした。ありがとうございます。続いての作品は遠書という作品へのコメントです。プロット的に花匂うと比較したい作品、主人公の筒井筒の恋模様が藩内の清掃に巻き込まれながら進行する。色恋には無縁で真面目で控えめな三男坊の出三郎は、それでも忠実に誠実な大人の男になってゆく。表立ってパッとしない部屋住みの三男坊は、目立たないのも才能のうちで隠密活動には適任だったわけだ。パッと咲いてパッと散る武士も良いけれど、回り道してコツコツ精進する武士もまたよし、というコメントをいただきました。ありがとうございます。まあ恋愛ものに関しても非常に達者なところを見せている作者の、まあそういう面が現れた作品の一つだと思います。遠書、これもまたいい作品ですね。コメントありがとうございます。続いては周五郎ではありませんが、岡本喜道作半七捕物帳番外編、白鳥会、白い蝶々の会と書いて白鳥会へのコメントです。外出が制限されている今、喜道さんじっくり拝聴、ということでコメントいただきました。ありがとうございます。そしてまた同じ岡本喜道の半七捕物帳シリーズには、地蔵は踊るという作品もあり、こちらにはお地蔵さんに願掛け、どうか災害コロナ沈めてください、願掛けは国家の悪口言いません、優しい人になります、というコメントもいただいております。どちらもまあコロナ、特にこの地蔵は踊るというのは、幕末のコロリ騒動の中で起きた事件を扱っているということで、まあ、それだけでも興味を惹かれる、まあ、今日に近いテーマなんですけれども、まあ、あと50年とか100年とか経って、まあ、私たちの孫とかそのさらに子孫とかが2020年頃コロナという疫病が流行って、その中でみんなはなるべく外に出ないようにし、マスクをするようにしてた、なんかアクリル板というのが方々にあったとかいう話が、まあ、笑い話になってるんじゃないかと思うような、
まあ今の私たちがその戦争中何々をすれば空襲に合わないとかそういうのをちょっと冗談めかしてまあ笑ったりしますけれど、まあ本人は必死だったと思うんですけれども、2021年の段階でまだそうだったっていうことは、まあ、後で笑われても仕方ないかなというふうに思いますけれどもね。まあそんな外出規制が厳しい中、まあ朗読 YouTube とても安全な行為だと思います。これを機会に聞いていただければと思っています。まあ、映画はそれでも続いているんですけれども、舞台演劇なんかは本当に始まって以来じゃないでしょうか。戦争中でも、まあ、弾圧とかがあった中でも空襲とかがあった中でもそれでも舞台はかかっていたわけで、まあこんな1年以上もの間劇場規制があるというのも演劇史になかったことだと思うんですけれども、まあその分生のそういった分野への補完としてですね、せめてまあ朗読という形でお楽しみいただければいいなというふうに思っています。コメントありがとうございました。この作品が山本周五郎作で高杉晋作へのコメント、松陰の言葉にまっすぐに向き合ったというコメントをいただいております。ありがとうございます。まあこのところですね、この高杉晋作もそうですし、名和エゴ読みでは山形第2、イグサチャンネルの新潮記では藤田東子、安政三天狗も藤田東子ですね。まあそういった、まあ、江戸時代に活躍した歴史上の人物が出てきて直接声で語りかけるというのが、なんかこうフィクションの物語のキャラクターと違ってやっぱり非常に今震えるほど重みがあるんですよね。その人たちの言葉を自分が、まあ、代わって話しているっていうのの緊張感もまたものすごいものがあり、そしてまた朗読というものの楽しみでもあります。まあ映画化されたり舞台化されたりもしなくはないんですが、自分がそれを演じるという機会はまずないので、これは朗読ということにだけ許された非常なチャンスだと思って取り組んでいます。高杉晋作、これもまた非常なドラマがありますね。コメントありがとうございます。それから国遍歴へのコメント、男と女の愛情の形は激しくとも欲のみであったり、淡々としながらも尊敬といたわりと慈愛と己を捨てても尽くしきるような静かな愛、責任だけの愛もある。どのような愛であっても愛に違いはなく、嘘も誠もないのかもしれない、というコメント。これもまた、まあ、深い言葉ですけれども、そうですね、国遍歴、そういう、まあ、愛の形ということにも非常に考えさせられるところの多い作品だと思います。コメントありがとうございます。以上、タナチャンネルにいただいたコメントの中からいくつかご紹介いたしました。ありがとうございます。それではこの後続きまして、イグサチャンネルの方に戻りまして、作品ごとのコメント紹介です。それではまず最初の作品は新潮記ですね。現在新潮記は25回を数えまして、約3分の1ぐらいまで終わったところです。これからまだまだ後半への盛り上がりがあると思います。非常に楽しみな作品ですが、コメントです。不本意ながら意に沿わぬ出生の心に開いた穴を吹くやるせない風、車に構え投げやりな無感動そうな一挙手一投足は深い悲しみをたたえている、というコメントいただきました。ありがとうございます。もう一つ同じ新潮記の連続編集の1にいただいたコメントです。対面シーンは緊張しました。富士登山、浅間神社に参って、あの頃は3合目から登る、大変でしたが今と違いハプニングがいっぱいありました、という2つのコメントいただきました。ありがとうございます。まあこの主人公の綾見秀之進という、いかにも主人公そうな名前の
そしてまあ諸子という複雑な出生の運命を背負った青年武士が、最初のシーンで大輔という友人と一緒に富士に登るというところから物語がスタートしていますけれども、その複雑な性格、そしてその性格が事件に遭遇する中でどんどん変わっていくというのが、この作品の楽しみなところになります。そしてまたチャンバラ剣劇あり、色模様ありの中頃世界が展開しております。新潮記へのコメントでした。ありがとうございます。続きましては、一年不退転という作品へのコメントです。迷いのない骨太浪人、無邪気な一直線の少年、久しぶりに見る清々しい青空のよう、勝成殿の戦の思い出力説に、徳十郎殿体熱く肉躍る、戦国を越えてきたお二人だもん、波じゃないさ、というコメントをいただいております。ありがとうございます。同じ作品へのコメントで、パチパチパチ、お見事、空高くピーヒョロロと旋回する飛びが、大空から俯瞰する音に展開する爽快な戦国浪人の大立ち回り、そして形に見えないと信じることのできない浅はかな女の愛の悲しい結末、子供との約束とて仇におろそかにすまじとの母の教え、ましてや夫婦約束の重さたるや、高く低く旋回している飛びにはお見通しでしょうね、というコメントをいただいております。もう一つ、実力はあるのに士官町浪人が掛け試合をしてたしなめられ、という雨上がるその他に通ずる前半、思わず実力発揮して正体がバレるレ・ミゼ風の後半、レ・ミゼラブル風の後半、そしてしてやったりのオチと三色楽しめる俊五郎先生大得意の展開を堪能、というコメントもいただいております。そうですね、この一年不退転という作品には、他の作品に通じる、雨上がるでは、まあ連れ合いの奥さんにたしなめられるんですが、ここでは老母、母親からたしなめられるようなことになっています。その違いはありますが、全体の雰囲気はとてもよく似た感じで、豊臣浪人という設定も面白く、してこの中盤にですね、この勝成殿という武将が出てきて、徳十郎との戦場での出来事をとうとうと思い出話で語って、丸々語ってしまうんですが、このあたりがですね、映画だったら本当にシーンを入れて、要するに回想シーンを入れて、その場面をやれば映画だったらいいわけなんですけれども、ここで小説の技法としては、最もストレートな、まあ、勝成が過去をありありと語る、講釈師のように語るという手法をとっているがためにですね、その文章とか描写がまたまた素晴らしいんですが、ちょっと素晴らしすぎて、今の私ではとても及ばないくらいの分量と熱量とがあって、まあこれはあと10年ぐらい修行しないと語れないなと思いつつ、今回語らせていただいて、で本当に役不足で申し訳ないと思うんですが、どれぐらいテンションが高くて、そして丸々語りきってしまうところがすごく、この手法もまたすごいなというふうに思ったりもしました。そういう意味で非常にこの盛りだくさんな骨太の作品一年不退転なんですが、これもまた不思議なことに文庫本には入っていないという、ある種まあうずもれたような作品になってしまっているんですが、もっと読まれていい作品だと思っています。コメントどうもありがとうございます。一年不退転という作品でした。続いては、その軌道を通ってという作品へのコメントです。周五郎流江戸の羽衣伝説、竹取物語とも思える作品、たとえ記憶を失っても品格と周りを和やかにする気立てがあれば、どこでも誰からも愛されるようになるのかもしれない。記憶喪失の娘房と
触れ合うことで清志郎は敷かれたレールの出世街道から外れてしまうが、人間として成長してゆく。フサは清志郎や周囲の人々を幸福な気持ちにしながらも、自分は発作的によみがえる記憶をたどる。可愛い娘を置いてよみがえる記憶に導かれてどこかへ行ってしまうけれど、人間は現在の幸せよりも過去の記憶と本当の自分を本能的に取り戻そうとしたいものなのだろうか。フサはかぐや姫のように自分の本当の世界へ戻っていってしまったのか、それとも取り潰された平松家の娘の亡霊だったのだろうか。でもフサが生身の人間なら、いつかどこかで思い直してその軌道の向こうから戻ってきてほしいと続きを思いふけてしまう物語というコメントです。ありがとうございます。まあ、この作品はよく不思議小説なんていうふうに言われたりもしますが、まあ、この当時はファンタジーとかいう概念もなかったし、そしてまた他の作品と比べてちょっと確かに不思議な感じがしたんだと思うんですけれども、それから時が経ってみれば、まあ、リアリズムでない、まあ、心の状態を描いたものとして、ある意味早すぎた時代に先駆けた作風だったようにも感じられて、現代的には非常に評価が高まっている作品の一つだと思うんですけれども、確かに不思議といえば不思議だ、まあ、それゆえにこそ奥深いいい作品だと思います。その軌道を通ってという作品でした。コメントありがとうございます。続いては紅しごき一番首という作品へのコメントです。墨絵のようなモノクロームの世界に二色紅色のしごきが鮮やか、不自由な足を馬の体に縛る紅色紅色のしごき、小菊の一年が神に通ずるというもの。まあ、この紅しごき一番首もですね、ある種、まあ、サブに通じるようなちょっとした劣等感を持つ複雑な弟の心境とか、お互いの間にたまたま生じてしまった誤解、疑心暗鬼などが物語の中盤を盛り上げ、それが一つずつ解決されていってハッピーエンドに向かうというような展開がまた見事な作品で、そしてまあどこか一人ならじを思わせるような、まあ、片足を怪我してしまった、それを逆にプラスに転化してしまうような、まあ、ヒロインの発想、そしてそれに支えられていく心情というのが、この不思議な紅しごきに象徴されて、そしてまた色彩鮮やかな感じが、まあ、見事なアイデアになっていると思います。紅しごき一番首、ちょっとタイトルから想像もできないくらい中身非常にいい作品だと思います。コメントありがとうございます。続いては秋風連秋風恋と書く秋風連へのコメントです。いつの世もいつの時代にも理不尽な事柄は起こる。とりわけ武士の道、理不尽なことにも理としなくてはならなかった時代、武士道とは辛く厳しいものだ、というコメントをいただいております。ありがとうございます。この秋風連という作品もまたちょっと変わった作品で、冒頭の色彩鮮やかな野山の光景から始まり、まあ、島原の遊女と侍という振り合わせ、そこに起こる事件が次々に展開していくということで、まあ、このバリエーションの広さですね、これがまた作者のならではの醍醐味だと思うんですけれども、まあ、ストーリー展開の方も見事ですし、このテーマの貫き方、これもまたこの作品の良さとして挙げたいと思います。秋風連秋風恋という作品へのコメントでした。ありがとうございます。次はですね、エッセイで水中稚語、酔った中に白地の地に、まあ、言語の語で水中稚語なんですが、この作品がちょっととても変わった動きをしていまして、まあ、エッセイなのにものすごくたくさんの方に見ていただけているようで、そんな中のコメントです。秋五郎先生、お酔いになられましたね。
これほど本心を吐露なさるなんて、貧しさゆえ温かな家庭団らんや情け深い親子関係に恵まれなかった幼少期、それは憧れであり恨みであり敵であり飛び込みたいぬくもりであったろう。一貫性のない葛藤はここを起源としているように思えてならない。仕事場をご自宅から離してあまり行き来をされなかった先生、妻の顔を見れば生活の労苦を見せつけられ、子供たちを見れば親としての責任がひたひたと押し寄せてきて、およそ小説を書くなどできたものではないと書いておられました。わずかに小学校の先生や質屋のご主人様が人間性と才能を認め励まし、肉親以上の愛情を注いでくださった事実が、かろうじて俊五郎先生を新しい人生のスタートラインに立たせてくださった。シャイで車に構えながらも痛々しいまで市井の人々の悲しみに寄り添う俊五郎先生、安南深苦を経験なさればこそ、そして私は先生の艱難辛苦を飲み込み消化したペンから生み出された作品を読ませていただいて、生きる力を頂戴しております。清水里武様、ありがとうございました。このエッセイは胸が痛むものでした、というコメントをいただきました。どうもありがとうございます。まあそうですね、あまりエッセイはお書きにならなかったと言いつつも、まあどん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 文庫になったり、いろんな形で数多くのエピソードが出回っている中で、このエッセイはまたひときわ、まあ、本心に近いことをストレートに書いているという意味ではとても得意な一作になっていると思います。そしてまあ今のコメントをいただいた通りの、まあ幼少期からの複雑な家庭状況ですとか、まあもちろん複雑な仕事ですね、そんなことも考えると、まあ作家という仕事も大変だし、人一人生きていくことも大変だなと思いながら、いろんなことを考えながら読んだ作品でした。コメントありがとうございます。それからこれは次は俊五郎ではないんですが、このところずっと続けて読んでおります、長い長い作品で、スタンダール作、前川健一役のパルムの総員という作品へのコメントです。これぞ朗読、静かに気持ちの中に入ってきます、映像のように、というコメントをいただきましてありがとうございます。このパルムの総員も文庫本でいうと2冊本分厚い2冊になって、非常に長い作品なんですけれども、まあ古い古い翻訳が見つかりましたので、著作権が完了している翻訳ということで、大事に大事に読ませていただいております。そしてまたフランスイタリアを舞台にしていますので、非常にまた日本とは違う風土ですとか、心理描写も含めて社会構造も違いますし、そういった違いと、まあ、逆に共通したところもあるというのを楽しんで読んでおります。何しろ世界屈指の名作文学の一つに数えられている作品ですので、これを読むことができて本当に良かったと思います。まあ、非常にこれはご覧いただいている方が少ない作品なんですが、細々とまだまだようやく半分ぐらいまで来て、これから後半にかかるですので、末永くじっくり読んでいきたいと思います。パルムの総員へのコメントでした、ありがとうございます。続きまして、新潮記という作品へのコメントです。大洗海岸、伊豆良海岸、茨城の海岸は不思議な海岸、水戸岡倉天心、茨城の潮騒は心をざわつかせる魅力がある、というコメントいただきました、ありがとうございます。この茨城が舞台になっている作品というのも珍しい方だと思うんですけども、やはり幕末から維新にかけての時代を扱うとなると、この辺りが一つ大事な役割を果たす場所となってきますね。そして水戸っぽという、まあ、特別な言い方と特別なタイプですね、そういったものが書き込まれた小説、まあ俊五郎作品の中には、由井小説の小説記の中でもこの
茨城を舞台にした場面があるんですけれども、本当に周五郎先生いろんなところを回って取材をされていたようで、非常にその描写がリアルで素晴らしいですね。新潮記という作品へのコメントでした。ありがとうございます。それから同じく幕末を扱いました安政三天狗という作品へのコメントです。敵かと思えば味方、味方と思えば敵、オセロゲームのように一瞬で入れ替わる人生。この前の場面の父の女性のあたりもそうでしたけれども、今回もよくある旅の背景、子供の遊びの典型描写と思ったら、見知らぬ人に雪をぶつけてしまった少年の恐れ、それなのに敵にならずに許して励ましてくれた旅人、それがお尋ね者と知り知らせに行くが、本作の父には叱られ、その父は逆にやられて、子供は敵持ちになる。見知らぬ同士が一度は許し許されながら、ついには敵となる寸時の運命の天変が、このわずかの時数、わずかの時間、場面、人物で表現されている。切れ味抜群というコメントでした。この場面ではいきなり子供の雪合戦から始まり、その玉が旅人に当たり、怒られるか、あるいは切られてしまうかっていうサスペンスの中で、旅人はこの子供に、まあ、明るく許してあげるんですが、傘の中を切られた途端、人相が来た子供が尋ね者だと父親に告げに行くと、父親は捕らえようとして逆に切られてしまうという、まあ、一瞬の運命の天変がもう短い中に本当に書き込まれていて、あっという間に変わるこのうまさですね。そしてこの安政三天狗という作品は、天狗と言われる主人公とその連れである二人の、これがまた異常なコメディリリーフで、そういうキャラクター設定もとても面白く、ぐいぐい読ませてくれる作品です。安政三天狗という作品へのコメントでした。それからこれは周五郎作品ではありませんが、岡本喜道の明智左馬之助神隠し祈願へのコメントです。左馬之助、やっぱ明智一族は立派な人がたくさんいます。頭いいから好きですというコメントです。ありがとうございます。なんか私はよく知らなかったんですが、なんかゲームの方ではこの明智左馬之助というのが非常に活躍するらしいですね。あと、まあ講談の方では左馬之助の湖水渡りという、まあいい講談があって、そしてまたその名人の名演が YouTube にあって、私は好きで何度も何度も聞いています。そしてその左馬之助をうまく使って、まあ、ミステリー仕立てにしている岡本喜道のこの作品もまた非常にオリジナルな面白さがあります。明智左馬之助神隠し祈願という作品へのコメントでした。ありがとうございます。まあ、イグサチャンネルの方ではですね、まあ、周五郎作品では新潮記、安政三天狗、それから西南日本丸、この3本ともかなり長い作品なんですけれども、毎日少しずつ読んでおります。それから講談、桃川助演の口述速記、まあ、この口述速記の方は助演の前の名前の円林という名前で出していますけれども、新吉原百人斬り、妖刀かご鶴瓶、それから通俗三国志、太閤出世すごろくという3本を読んでおります。そしてこの3本どのように読まれるかとても楽しみにしていたんですが、結果は意外にも新吉原百人斬り、妖刀かご鶴瓶の圧勝でですね、まあ三国志と太閤記は意外に伸びなかったという今のところの結果です。まあいろいろ考えてみると、やはり講談、世話講談という意味では、この新吉原百人斬り、まあ、歌舞伎の方にもなっていますけれども、まあ、悪党たちがリアルにその息遣いまで感じさせてくれるような、まあ、本も優れているし講談に合っている、まあ、一方の
三国志も名作、太閤記も面白いんですけれども、どちらもなんとなく有名な作品を借りてきた感があって、三国志はとにかく長くてたくさんのエピソードが入っている、それをつまみながらやっていくのと、まあ解説が多いので、ちょっと講談としては間延びしているかなという感じと、まあ太閤記はその後に吉川英治先生がもう力作を書き上げてしまって、それを読んだ後なので、ね、なんとなくこの落語調に崩しているなという感じで、どちらもなんとなく借りてきた感は拭えないかなという気はします。まあ、それに比べて看護鶴瓶吉原百人斬りはこれこそ講談の真髄という感じで、その心理描写とかも非常に優れたものですし、その辺が人気の由来かなというふうに考えたりもしています。これはあくまでも私自身の想像ですので、あるいは違っているかもしれません。もしこういう理由でというのがありましたら、ぜひコメント欄に書いていただいてお知らせいただければと思います。というわけで、まだまだ読んでいないコメントもたくさんいただいているんですが、ちょっとお時間のこともありますので、今回はこれぎりということで、また次回としたいと思います。この後もまた天候不順が続き、コロナの方もまだまだ予断を許さないような状況になっていくと思いますので、皆様もくれぐれも気をつけてお健やかにお過ごしください。それではまた来週の水曜日に。ありがとうございました。